はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、待ちに待った待ったんかな、わかんないですけど、歯医者の通院でした。ずっと見てくれている方ならご存知の通りですが、僕は今口の中の、ね、GVHD 移植変態縮小病という、分かりやすく言うと、その骨髄移植の、ね、副作用に、ね、悩まされています。でその口の中の、ね、症状というのはですね、主にその唾液の分泌が少なくなるというその、よだれ、唾といったものが、ね、出てこなくなって、口の中が、ね、守れなくなってですね、でほっぺたの内側が、ただれるといったように、広範囲に口内炎ができる状態になって、で本来なら潤ってなかったらあかんのに、めちゃくちゃ乾燥する上に、この GVHD というのを、ね、回避させるために飲んでるその免疫抑制剤の影響でですね、発症する、骨粗鬆症の要領で歯が溶けやすくなって虫歯になりやすくなって、でさらに感じたというカビにね、侵されて粘膜がね、ボロボロになってしまうという、口の中でちょっとね、少し渋滞が起こっております。そういったことをね、放っておくわけにはね、いきませんのでね、現在毎週月曜日に、歯科口腔外科に通院しております。結果的にね、毎週月曜日が歯科の通院になってしまってるんですけども、始まりはね、4週間前でした。それまでは定期的にですね、この2ヶ月に1回のペースで、内科、眼科、そして歯科口腔外科のね、受診が決まってたんですけども、ちょうどね、そんなペースで見てもらってたら、昨年の10月頃からやったかな、歯の表面、側面といいますかね、言うたら歯が欠けてき始めたんですよ。でその治療もしてもらいながら、年末あたりからね、どうも奥歯に痛みが出てきて、で日に日にその痛みが激しくなってきたんですよ。でもちろんちゃんとね、毎日歯磨きもしてますし毎日歯磨きもしてますし、カビをね、撃退するうがい薬もね、出してもらって ますし、使ってますので、口の中のケアに対して、別に手を抜いてるわけじゃないんです。原因はね、虫歯でした。虫歯って子供かってね、このまま自分で思ってしまいましたけども、これは先ほども言いました通りですね、骨髄移植における GVHD というね、副作用と、それを抑える免疫抑制剤によるものだったんですよ。そしてその4週間前にですね、虫歯治療が始まって、でその日はね、地獄を見ました。地獄でしたね、本当にね。虫歯の治療ってドリルで削るわけですよ、キーンって ね、子供の頃から虫歯治療の際に感じるその多少の痛みっていうのは、耐えることができたので、その頃のね、感覚で挑んでたわけですよ。そしたら治療を始める前にね、このエアコンプレッサー的なやつでシュシュッてこう風を吹きかけられるやつあるじゃないですか。あれやられた瞬間にビクンってこう飛び跳ねるぐらいね、すっごい痛かったんです。ほんまにね、痛さにびっくりして、その時は声が出ずに体がビクってこうなりました。でもそれぐらい痛かったので、先生がね、麻酔して治療していきますねってこう言ってくれて、麻酔をしてくれたんですけど、最初は良かったんですけどね、途中からこう麻酔の効き目がですよ、どうも薄くなってきて、中盤からはね、めっちゃ痛くなってきて、最後は激痛に変わってました。僕はね、何に祈ってるか知らんけど、ずっと両手を強くね、握りしめていましたね。痛すぎてね。足にもね、ぐーっと力が入って、治療が終わってもね、全身の震えがね、止まりませんでした。はーってこう、なっててね、その日は診療が終わって、ソファー、待ち合いのソファーに座ってる時にですよ、ずーっとなんかこう、もたれかかって、しんどい、痛い、痛いって、ちょっとほんまに泣きが入るぐらい体が震えておりましたね。
ほんで、その、まあ、その日からね、治療したからね、まあ、その治療をした痛みっていうのは、まあ、しばらく残ってるんですけども、まあ、だんだん薄れていって、その虫歯の痛さもなくなってくると思うじゃないですか。しかしですね、そうはいかずに、その虫歯の痛みはね、まだまだ残ってました。まあ、虫歯のね、状態がひどすぎて、まあ、深さが神経までこう到達したようで、まあ、体の病気の状態もね、ありますしね、こうあんまりの痛がり方やったので、まあ、1回ではちゃんと治療が終わらせることが、ね、できなかったみたいなんですよ。あんまりこうやりすぎると体に負担がかかると、病気の体に負担がかかるということで、まあ、1回ではできませんとね、まあ、言われました。でそしてその次の週はですね、まあ、その前回の治療のですよ、経過観察をするだけという、まあ、確認ですね、本当に視診、触診、問診だけでした。前回の治療がね、嘘みたいにね、感じるくらい、もうね、5分ぐらいで診療は終了しました。まあ、もちろん、まだ虫歯の痛さがね、残ったままでですね、まあ、共に食事もね、口の中でもね、噛むことがね、できません。で、まあ、その次の週ですよ。なので、まあ、先週ですね、今日から数えて先週ですね。その先週は、奥歯の治療の続きです。治療をね、進めていくにあたってですね、前回の痛がり方がありますので、まあ、麻酔をね、2種類してもらう方法をして、まあ、そのね、今簡易的な詰め物をしてるんですけども、その麻酔が効く前にそれをやってしまうと、また痛みが出るかもしれないので、まあ、その時間を取るためにですね、レントゲンを取って、その画像を先生と僕で、その虫歯がここまで来てますわ、っていうのをこう確認しながらですね、まあ結構、結果的にその、まあ、ここまで切るわというところの神経だったんですけど、その神経を抜くという治療法をやってくれました。進めていくとですね、途中でまた痛みを感じてきたのでね、その追い麻酔をまたしてもらいましたね。まあ、もう最初のね、4週間前のような地獄はなかったので、まあ、なんとか耐えることはできたんですけども、まだ痛みがね、取れずなんですよ。まあ、少しはね、マシになってきたんで、ご飯をね、噛めるようになっては来てましたけど、全く痛くないわけじゃありません。でも相変わらず、その、口内炎はね、すごいので、まあ、ここ最近の動画でね、見てもらってるような流動食をね、作って食べてます。そしてようやくね、昨日ですよ。昨日はね、午前11時半か、11時半からの診察でですね、先週の治療の経過観察だったので、視診、触診、問診だけでした。ほんで昨日は歯科だけやったので、まあ早く終わるし、早く帰れるし、まあ朝ごはん食べずにね、まあ家に戻ってきてから食べようとね、決めてたんですけども、まあ病院に着いたらね、めちゃくちゃお腹が空いてきて、まあ我慢できへんくなって、その病院のコンビニでね、ウィダーインゼリーを買って、診察に向かいました。いつもはね、他の科もあるのでね、長丁場やから、まあ、朝も食べて、まあ、歯もしっかりね、磨いて、歯間ブラシもして、万全を期して、通院するんですけども、まあ、その日はね、もともと家に帰ってから食べる予定やったので、まあ、予想外の空腹やったしね、まあ、その、まあ、仕方ないし、その、歯ブラシを持ってきてない状態やったんで、まあ、それはもうね、そのまま行ったんですけどもね、でほんで、こう、いざ歯科口腔外科に向かって、で受付を済ませて少し待ってね、呼ばれるとですね、受付嬢がね、やってきてですね、受付嬢なんから分かんないですけど、その受付見てるお姉さんがやってきてですね、すいません、まあいつもね、担当の先生がですね、手術でちょっと待ってもらわないといけないんですって言われて、まあ僕もね、別に待ってもよかったんですけども、まあそう言われたらなんかこう女系反射って言うんでしょうかね、いや11時半に来てって言われたんですけどみたいな感じでこう、ね、言ってしまって、まあ、別に受付嬢を責める困らせるつもりはなかったんですけども、まあ、その瞬間に、ね、まあ、すぐそばを通った別の先生がですね、私でよかったらすぐに見せてもらうことできますけど、まあ、今日安さんは経過を見るだけですよねって言われて、あ、ほなお願いできますかってこういうことでね、まあ、急遽その先生に、ね、見てもらうことになったんですよ。で、またね、その先生がね、めちゃくちゃ綺麗な人だったんですよ。まあ、マスクしてるから、まあ、顔全部が見えるわけじゃなかったんですけども、なんかこう、あるじゃないですか。なんか見た目もスラーってしてて、まあ、先生だけが消えるその長い白衣をね、こう羽織った中にはですね、ちょっと薄い黄色がかった白衣を着ててですね、まあ、その長ズボンの、上は、そのなんかワンピースのスカートの白衣じゃなくて、上下がちゃんと分かれてる長ズボンの白衣やって、
て、で赤いストラップの名札をしてて、靴はね白のアディダスのスーパースターで、なんかかかとのところにワンポイントでこうキラキラのラメがついてたやつだったんですけど、またそれがよく似合ってたんですわ、ほんまに。で顔もちっちゃいしね、髪の毛も綺麗なサラサラでね、ベージュやったしね、もうドキドキしながら診察台に座ったんですよ。でそしたら先生がね、僕の歯を見た瞬間にね、あれゼリー食べましたって言われたんです。こんな恥ずかしいことなかったですよ、ほんまに。こんなドキドキしながらね、口の中にゼリーなんか残ってるなんて思わないじゃないですか。あんな恥ずかしいね、10秒チャージはね、初めてでした。で、ほんで、口の中を見てもらってたら、そのまあ、おとついぐらいからですね、またそのカビがね、実はひどくなってて、でそれをこう、スポンジのついた棒でですね、その先生がね、優しくね、こうめくれながらこう取ってくれたんですよ。僕の、ほっぺたの内側とベロをね、こうなんかこうよしよしみたいな感じ、勝手に思ってるだけなんですけども、先生は普通にバーってやってたんですけども、まあ、そんな感じで取ってもらってたんですけども、でもその症状がね、ひどくなってきてたもんですから、まあ痛くてね、まあ、我慢しましたけども、まあ、そもそも その今飲んでるね免疫抑制剤の分量が減ってるだけのね、その分の症状がね、しっかり目に見えて現れてきてます。大変でしたわ、ほんまに。まあ、先生はね、うがい薬も続けながら、スポンジ棒やティッシュでね、きれいにね、カビをね、取っておかないとね、やはりそのままではね、良くないので、しっかりとね、清潔を保ってくださいとね、アドバイスをね、いただいてね、帰ってきました。で次回はね、これがまだね、来週の月曜日なんですよ。もうこれでね、もう5週連続ですわ、ほんまに。そのまあね、さっき興味でもらった先生がね、僕の状態を見てですね、まあ、本来は3月12日か、まあ、1ヶ月後に予約があるんですけども、まあ、今の状態を見るとそれよりももっと早く来てもらって治療回数を重ねていった方がいいという判断をしてくれたので、まあ、結局そのね、先ほども言いましたけど来週になりました。5週連続になりますね、本当にね。でその来週はその奥歯の治療の続きと、まあ、他の虫歯の治療なので、またね、麻酔をしっかりされると思います。まあ、次はね、いつもの先生です。またあの先生がええな。まあいいか、今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。